こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2023年の12月6日を5時間近く過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝は65.955と、すごいですね。だいぶ熱くなってきました。これ日足を振り返るとこんなに上がってるんですね。ここは10月の10日ぐらいから、これまだ40円切ってますね。30円台。そこから、1ヶ月半、ね、2ヶ月弱ですか、ぐらいで65円まで来てるということで、まあ70%ぐらい？ 70% ぐらいですね。上がってるということですね。そして週の足でもね、しっかり今までここ1、2、3、4週間ぐらい、しばらくちょっと停滞してたんだけど、そこをね、突き抜けて、こう来てくれてますね。で、この赤い線がね、しっかりこう上を向いてきて、25本の平均線ですけど、上がってきてくれたというのがいいですね。で、月足。まだ6日ですけど、もう7日に入っちゃいましたけども、この月でね、陽線が4つ並ぶというのって、これ見ると、すごい昔まで遡って、この例のですね、この2020年からのホルダーの方は覚えてると思いますけど、この年末から2月にかけてのこの上げ方ですよね。2月にポーンと伸びて、びっくりしたというところですけど、これの時以来なんですよね。ちょっとすごい感じになってまいりました。このまま、半減期ぐらいまでガーッとね、行ってくれるといいんですけど、半減期までっていうと、あとまだ半年ありますからね。半年近くか。楽しみでございます。ビットタイムズから価格高騰の前兆と、ここまで来てもね、まだ前兆だという、ちょっと気持ちのいい記事なので読んでいきたいと思います。ADA、過去3ヶ月間で巨額取引が大幅増加と。10万ドル以上の ADA 取引が急増中。X で3万4千人以上のフォロワーを持つ著名アナリストのアリ氏は、12月4日にカルダノで10万ドル以上の取引が急増していることを報告し、機関投資家やクジラの間で ADA への関心が高まっていると指摘しました。同氏の報告によると、カルダノでは過去3ヶ月で10万ドル、1470万以上の規模を誇る ADA 取引件数が急増しているとのことで、巨額取引の急増は機関投資家やクジラの間で ADA への関心が高まっていることを示すもので、通常は価格高騰の前兆として、まだ前兆ですよ、まだ前兆。前兆として捉えられるとの説明がなされていますと。ADA の価格は0.42ドル付近まで回復。10月19日に約35円付近まで下落しましたが、その後価格上昇が続いており、執筆時点では、主要なレジスタンスラインとなっていた62円付近まで回復と。いうことですね。このレジスタンス、いつも線引いてるところですよね。この価格上昇によって含み益を持つ体のウォレットの数も増加しているとのことで、イントゥザブロックのデータでは、45%の ADA 保有者が現在価格で利益を出しているということで、まだ半分にはちょっと満たないということですね。体の関連のニュースでは、数ヶ月前から ADA を保有するクジラの数が増加していることも報告されているため、仮想通貨コミュニティでは ADA の本格的な強気相場到来を期待する声が多数出ていますと。いいですね。で、こうやって注目を浴びてくるとね、また詐欺とかいろんなスキャムが出てきます。で、ちょっとそれっぽいのを見つけて、あまり断定しちゃいけないのかもしれませんけど、この間ちょっとね、いろいろ界隈で盗まれたとかね、いろいろ話がありましたので、ちょっと私が気づいたのが今日あったので、ちょうど、ちょっと熱を冷ます意味でもちょっとご紹介したいと思います。で、この方、今このブログを見て料理しているということで、この新海さんっていう方、有名な方ですかね、ちょっとわかりませんけど、見ていくとグーニュースになっていて、読売新聞の記事だということで、ニュースゼロの、話とかね、そういう話があって記事になっているんですけど、最後ちょっと広告っぽくなってるんですね。で、これがですね、ちょっと見ると、この上のところを見ると、全然アドレスがグーニュースじゃないんですよね。アドレスって言ってるのかな、この。なので、ここをちょっとちゃんと見ないといけないかなと。で、ちゃんとしたグーニュースは、ここのところがね、ちゃんと HTTPS ニュース GooNEJP ってちゃんとなってるので、おそらく今の記事ですね、は、
何日か経つと、なんていうかな、削除されていると思います。まあ、日銀がね、テレビ番組に対してなんか提訴するということが、まあ、本当にあるのかどうか分かりませんけども、ちょっと、まあ、違ったら本当ごめんなさいなんですけど、ちょっと私、こういうの見るの2回目だし、あんまり話題になってないので、ちょっとこういうのもあるので気をつけましょうということで、ちょっと拾わせてもらいました。はい、で、このお二人はね、おそらく悪い人じゃないと思うので、写真を使われただけだと思いますので、ね、すいません。この人たちが悪いって言ってるわけじゃないですよ。はい、もう一個ビットタイムスですけど、日本政府、他社発行の仮想通貨も期末時価評価課税から除外する方針と。まあ、これ結構ね、まあ、ニュースになって今、皆さんリツイートされたりしてます。はい、こちらニュース見ていきます。24年度の与党税制改正大綱に盛り込む。日本政府が企業に対する仮想通貨の課税を見直し、法人が短期売買の目的以外で継続的に保有する仮想通貨について、期末での時価評価課税の対象から外す方向で調整していることが、日本経済新聞の報道で明らかになりました。自民党、公明党は5日に税制調査会を開催し、各省庁から提出された税制改正要望の査定を行ったとのことで、暗号資産の課税制度の見直しや、中小企業の交際費課税の税優遇の延長方針などが固まったと報じられています。6月には仮想通貨法人税の一部ルール見直しで、企業が自社発行する暗号資産を保有している場合、特定の条件を満たせば期末時価評価課税から除外されるということが報告されていましたが、今回は他社発行の暗号資産を保有している場合でも期末時価評価課税から除外されるということが報告されています。ただし、短期売買目的で保有されているものに関しては課税対象になる見込みで、法人が短期売買目的以外で継続的に保有する、暗号資産について、期末時価評価課税の対象から外す、方向で調整し、12月中旬にまとめる24年度の与党税制大綱に盛り込むと伝えられていますということで、要するに短期売買はダメだということですよね。はい、ということで、まあ、法人ですよね。法人。法人に対しては、いいニュースだということですね。はい、そして、孫の児玉さんですね。本日、日本法人の時価評価課税に調整が入ると発表がありました。これは日本の Web3 発展に欠かせないことで、これによって日本人の起業家が外国法人で起業しなければならない状態や、日本法人ではクリプトのエクスポージャーをリスク管理の観点から持てないという最悪な状態を回避することができるようになりました。私自身、このルールでいち早く海外に移住した一人だと思います。ただ、この調整により、これからスタートアップもエンタープライズ、金融事業者も Web3 への参入が加速していくと思います。私たちは12月16日に渋谷で体のと Web3 への扉を開く、東京ミートアップを予定しています。2023年の締めくくりとして、体のやエマーゴの振り返りや今後の展望を共有したり、実際に体のエコシステムのビルダー、これらですね、の方々にも来てもらい、日本の Web3 コミュニティに交流することを非常に楽しみにしていますということで、まあ、これだけね、関係者を、まあ、いっぺんに集められるのも、まあ、エマーゴだからということでしょうね。はい、はい、同じ境遇で、特に一生懸命活動してきた渡辺聡太さん、この実現すれば大きいお願いします。これと、あと個人の税制変われば、言ってくれてますね。個人の税制変われば日本に本社戻したいということで、これだけじゃ日本に戻れないと言ってるわけですね、逆にね。はい、まあ、児玉さんもおそらくそうでしょう。仮想通貨、企業の継続保有は課税せず、海外流出を防ぐと、日経の方でも報じられていたということです。はい、そして、児玉さんが言っていたイベントにはですね、このコインオタクさんもね、勉強に来るよって、動画の中で言ってました。最近、この方ね、体のイベントに顔を出してくれたり、まあ、エキスポというのもとか、いろんなところでお会いするので、お声かけさせていただいているんですけど、本当にね、体の知識を、得ていただいて、まあ、こういうところでどんどん体のいいよって言ってもらえるといいなと。まあ、この方はね、クリプト全部押すというか、全般的に、見るという感じなので、まあ、体のだけをね、宣伝してくれるということはないですけど、まあ、コメントが都度、されるときに、まあ、いい情報を出してくれるようになっていくんじゃないかなというふうに思います。はい、コインポストからは、米コインベースの関連団体、大統領候補による仮想通貨討論会を開催ということですね。いいですね。
はい、ゆうたさんから、東半球タウンホール議事録と、カタリストファンドの11、27個ほど一旦計算しています、掲載ですね、しています。ぜひご覧くださいということで、今、まだ案件の申請がですね、まあ、あともう1日切ってるんですけど、そろそろ締め切りになるというような状況で27件出ていると。はい、これは、この前の土曜日ですね、はい、ファンド11に関しては以下の一覧をご覧ください。詳しくは動画で語られていますということで、ここに行くと、はい、このようにね、案件の詳細を見ることができます。はい、でまあ興味ある方ない方いらっしゃると思いますけどね。はい、まあ私気になるのは、まあこうちょうど、ランケット産経とは書きながらも。大畑隆俊さんって言って、まあ、おそらくね、あまり体のって言ってるような方じゃなくて、新しい方が入ってきてくれてるというところですね。はい。で、私の紹介してくれした方も、一つ出してくれてますし、私も意見出してます。この方ですね、野本さんっていう方で、ちょっと渋谷のイベントやりますよと。いう方なんですけどね、まあ、ぜひよかったら応援してください。で、ここに、ハーさんですね、ベトナムの方、まあ、日本にも、関係する案件を出そうとしたりしてくれてますね。はい、であと、吉田さんっていう方、この方多分前も出してたかなと思うんですけど、まあ、いろんな方がね、入ってきてくれてるので、まあ、そういう方もどんどんビジネスやっていってくれればいいなと思います。はい。ということで、また、出揃ったらね、ゆうたさんから話もあるでしょうし、ぜひ、どれに投票しようかなと、検討していただければと思います。はい、では、値段に戻りまして、65.85 円ですね。はい。14,012.9×65.85 で、元本が10万円ですので、計算しますと、82万2049円のプラスということになりまして、はい、822% のプラスということです。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。